いや、ネスケってなんでそんなに頭がいいの？才能かな。才能か、僕にはないな。キータはそのままでいいじゃん。僕もヤネスケみたいになりたいんだよ。お、おい、学校行きたくないな。汚い、うんちだ。ついてないな。はい、じゃあ授業を始めます。これはかなり難しい問題だぞ。ヤネスケ、答えてみろ。ダイバージェンス B。 不正解だ。一応聞いてにも聞いておくか。うんち。正解だ。正解は動物の糞だ。すごいぞ聞いた。それとこの前のテストの結果だ。ヤネスケ、なんで50点なんだよ。やった。いや、100点だ。なんで聞いたが才能だよ。はい、100点、俺の勝ち、俺の勝ち、おめでの勝ち。それじゃあ今日は 50m 走のタイムを測るぞ。位置について、よーい、トン。6.8秒。キータ君、足速くてかっこいい。足速いやつがモテるのか。それじゃあ、エナスケ、位置について、よーい、ドン。どうだ、見たか。ってあれ、止まんねえ。おい、止まれ、止まれ。ぶつかる。保健室、連れてこっか。あ、ヤネスケ、ガム買おうよ。いらっしゃい。ガム5個ください。50個ください。はい、ありがとうございます。お、当たった。うわ、全部外れだ。全部当たった。ヤネスケって運持ってないんだね。くそ。はい、うんち。これで運気が上がるといいね。おい、キータ、いい加減にしろよ。あ、ヤネスケ、上見て。ああ、クソ野郎が。ほら、ほら、かかってこいよ。待て。なんて運のいいやつだ。ラッキー。ほら、どうしたエネスケ、そんなもんかよ。原因は不明だが、キータは最強の運を持ってる。だが、一人当たりに与えられる運の絶対量には限りがあるはずだ。今だ。間に合った。俺の勝ちね。おい、こんなところで何してんだ。そういえば今日の授業、ヤネスケの回答が正しかったよ。ですよね。あと今日のテストはヤネスケとキータの点数が逆だったんだ。ですよね。まあ、そんなことはどうでもいいから、お前ら二人とも早く帰れ。帰るか。はい、よいよ、お前食いすぎだよ、うまいもん。あ、もうこりゃ食えないな。でも3秒ルールだから大丈夫。確かに美味しい。あ、うまい棒だ。お、おい、俺にも一口ちょうだい。なんでよ。3秒ルールだからね。ヤネスケ、3秒過ぎてるぞ。え、でも普通に美味しい。ヤネスケ大丈夫か。ほら、君たちこんなところで何してんだ。あ、これは野生のライオンを仕留めるための餌だ。猛毒が入ってるぞ。朝目をなるなんてただの迷走じゃないか。コックリさん、コックリさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。すげえ、コックリさんって本当にいるんだ。コックリさん、コックリさん、ヤネスケのお母さんは綺麗ですか。
うわーすげー、え、あのババアが綺麗ってやっぱり迷信じゃん。帰ろうぜ。おーいじゃあね。じゃねー。ガー聞いた。なんだ、近づいてくるな、やめろ。ヤネちゃん、驚かせてごめんね。お母さん、髪も黒く染めて、今日は気分がいいわ。きたきた、今日のラッキーカラーは青色か。でも周りにないし、探しに行こう。なんだよ、びっくりしたじゃん。ラッキーカラーの黄色、黄色。はっ！うっ！青と黄色、これで完璧だわ。普通にアタックしても無理だと気づいた俺は、とある飴の開発に取り掛かった。舐めたら睡眠状態に陥り、目覚めてから最初に見た人を好きになる飴だ。完成、見つけたぞ。こんちぎちゃん、昨日はごめんね。全然気にしてないよ。お詫びに飴ちゃんあげるよ。ありがとう、うん、しめしめ、これで目を開けた瞬間に俺を見れば。こんじぎちゃん大丈夫？目開けてごらん。こんじぎちゃん好きだ、結婚前提に。キータくん、え、キータくん好き、結婚して。いいよ、僕が一生幸せにする。あの女、そういえば視力 8.0 だったな。キータ、今日のテストはどうだった？ごめんなさい、50点だった。あら、また50点だったのね。え、聞いた、親の目は簡単にごまかせないわよ。ずっと分かってたの？聞いたは聞いたのままでいいのよ。お母さん。